よしの、一人か？あ、キリト、今は一人じゃなくて。納品済ませてきたよ、シノ。なんだ、リヒターと一緒だったのか。よ、リヒター。ああ、君か。今ね、二人でクエストに行ってきたところなのよ。そっちは？また一人で無茶なクエストとかやってるんじゃない？いや、今日はやってないって。前なんか、報酬を独り占めするために一人で高難度クエストに挑戦していたものね。誘ってくれれば手を貸してあげるのに。ほら、なんか高くつきそうで。ちょっと、人聞きの悪いこと言わないでよ。私を何だと思ってるの？東門のそばにあるお肉料理のお店で済ませてあげるわよ。ほら、やっぱり高いじゃないか。すごくゲーマーだからさ。へえ、そうなんだ。あ、それよりシノ、この後リアルで用事があるって言ってなかった？用事？コンビニに荷物を取りに行くだけよ。またすぐに戻ってくるわ。それじゃあ一旦抜けるわね。うん、また一緒にクエストをやろうね。じゃあ、また後で。うん、またね。唐突に二人きりにされたけど、何を話したらいいものかな。ずいぶん二人は仲がいいんだね。え？ああ、なんだかんだで付き合いも長いし。浅田さんとはリアルでも知り合い？彼女の凄さってわかるよね。誰よりも強くてクールでかっこよくて。けど君といる時はどうも調子が狂うみたいなんだ。どういうことだ？普段では絶対に見せないような感情を見せることがある。だからさ、あまり彼女に慣れ慣れしくしないでほしい。何をいきなり。もし浅田さんをこれ以上惑わすようなことをするなら、こっちにも考えがあるから。おい、一体何なんだ。俺とシノンが一緒にいることが気に入らないのか。それにしてもさっきの発言、
ちょっと度が過ぎている気がする。少し気をつけておいた方がいいかもしれないな。よしの、一人か？あら、キリト。今は一人だけど、これからリーファと会うところよ。具体的に何するかは決めてないけど、多分レベル上げと素材集めかしらね。お待たせしました！って、一人増えてる。よう、リーファ。暇ならあんたも一緒に来ない？三人いた方がやれることも多いだろうし。あ、それいいですね。一緒に行こうよ。じゃあ付き合おうかな。3人いるならダンジョンに潜ったりする？宝探しツアーとか。フィリアみたいなこと言ってるな。噂をすればフィリアからメッセージだ。宝探しを一緒にしようって誘いだったりして。いや、本当にそういう誘いだよ。エンペラーソードのクエストで進展があったみたいだ。この前は王家の紋章の半分だけを見つけたのよね。ああ、そうなんだけど、やっぱりもう半分は他の場所にあったんだな。場所のヒントを入手したみたいだから読んでみるな。太古の争いを経てもなお存在し続ける強固な神殿こそ紋章を祀るにふさわしい。だってさ、争いがあった場所で今も残っている神殿ってことかな。割と絞り込みやすいヒントね。フィリアもそれらしいところに潜り始めるらしい。ただいくつか思い当たるから手分けをしようって書いてある。太古の争いを経ても存在し続けるか。俺たちも当たりをつけて紋章探しをしてみようぜ。うん、賛成。シナ、そっちは頼む。やっ、ありがとう。シノンって SAO に来た時からゲームセンス良かったよな。あんたに毒されたの。俺のせいなのか。とはいえゲームの知識量で言っちゃえば全然かなわないけどね。そこはセンスでカバーって感じですね。リーファだってそうじゃないか。ゲームは最近になって始めたわけだし。私の場合はセンスっていうか剣道の経験だよね。ずっと剣道を続けているのよね。それだってすごいことだと思うけど。俺に言わせれば二人ともすごいよ。ゲームをやり続けてきた俺でも戦闘で驚くような動きをしたりするしさ。そうかな。まあそう言われて悪い気はしないわね。さ、先に進みましょう。この神殿で間違いなさそうだし。トラップがいくつもあって、前に紋章を見つけた洞窟と同じ感じですよね。トラップを仕掛けるのが趣味のやつの犯行ってことかしらね。そういえば紋章を持ち出したのって誰なんだろう。クエストを進めていけばわかるのかな。おそらくな。
じゃあ犯人の謎を知るためにも、もう半分の紋章も頑張って見つけようって、ねえ二人とも、あ、ん？あ、紋章が置いてある。ようやくたどり着いたわね。やった、さあ取りに行きましょう。あ、待ってよリーファ、これで紋章が揃ったし、エンペラーソードももうすぐ手に入る。しまった、トラップか。扉が勝手に閉まって開かなくなっちゃった。きっと部屋に踏み込んだらトラップが発動するようになっていたんだ。おい二人とも大丈夫か。ダメ、見事に閉じ込められちゃったみたいね、私とリーファは。何の音だ。ちょっと天井が下がってきてる。なんだって。どうしよう。待て、こういうトラップは大抵の場合解除するためにスイッチがあるはずだ。そっちの部屋の中にそれっぽいものはないか。探してみる。ゲーム知識の豊富なあんたもこっちにいれば、一目で怪しいオブジェクトを見分けられるかもしれないのに。考えてみると少しおかしいな。なんで俺が部屋に入るよりも前に扉が閉まったんだろう。分断させられたって感じよね。分断か。となると解除スイッチは部屋の中ではなく、俺もスイッチを探してみるよ。ええ、お願い。スイッチといえば壁の松明付近だったり、あとは床を踏むタイプ、意味ありげな石像、これだ。見つかった？なあ、石像が動くようになってる。きっとこれが解除スイッチだ。ひとまず時計回りに石像を回してみるか。リーファ伏せて。しまった、逆回しか。おい二人とも。かなりギリギリだけど。待ってろ、今扉を開ける。危なかった。あの、何してんの。急に天井の降りてくるスピードが上がったからリーファをかばおうとしたのよ。しょうがないじゃない。本当に危機一髪だったみたいだな。話はいいから早く私たちを引っ張り出してよ。おお。窒息するかと思った。あの、かばってくれてありがとうございます。気にしないで、私もとっさだったし最善の行動だったとは思ってないわ。でもなんで急に天井が降りるスピードが上がったのかしらね。そういえば途中であんたの閉まったって声が聞こえた気がするんだけど。気のせいじゃないかな。あ、とにかく二人が無事でよかったよ。なんか怪しい。怪しくなんかないって。まあ助けてもらったのは事実だから感謝してる。それにしても何なのよあの大きさは。あれなら天井を押し返せたんじゃないかしら。押し返す？何の話ですか？何でもないわ。そうだ、紋章はちゃんと取っておいたわ。ストレージに入れてある。あの状況でもちゃんと冷静に行動を取れるシノンさんはやっぱりすごいですよ。やっぱ普通だとできない行動をするよな。
絶対に大丈夫だって安心していたからかもね。なんせゲーマーのあんたがそばにいるんだもの。ゲーム知識が役に立ったよ。さあ、これで紋章は揃った。次はいよいよエンペラーソードが出てくるかな。嬉しそうだね。まあな。みんなで協力して進めてきたんだ。必ず手に入れてやるさ。どうも。